皆さんこんにちは、フリースタイルフットボーラーのトミーです。はい、これでですね、広島、花の輪2020ということで、花の輪のマルシェですね。花の輪マルシェが、無事3日間終わりまして、1日今日はですねオフということなので、ちょっとせっかくね広島まで初めて来たので、こちらで1日観光をしていきたいなと思います。はい、今日はですねこれから向かうところは、まあ、原爆ドーム周辺とね、厳島神社、宮島というところですね。はい、ここの2つはですね、世界遺産にどちらも、登録されている場所でございます。はい、ね、あの広島来た方はですね、まあ、観光に来た方はね絶対行った方がいいという2つのね場所でございます。原爆ドームは、僕が花の輪マルシェに、まあ、出演するときに毎朝ね横をまあ通ってきたんですけど、ちょっとね原爆ドームは見たんですが、ちょっとねその周辺をまだ見てないので、そこを観光してからフェリーに乗って、フェリーって言ってもボートみたいな感じかなに乗って、まあ宮島に行っていきたいなと思いますんで、広島にね来る機会があったらね皆さんの参考になればなと思ってますんで、ぜひねこの動画もねお楽しみください。ではやっていきましょう。レッツゴー、行ってきまーす。見えてきましたね。あれが原爆ドームになります。原爆ドームに到着しました。はい、こちらがですね世界遺産に登録されている原爆ドームでございます。はい、今ですね残念ながら修復工事を今しているんですけど、ね、まだ中が見えるのでこんな感じなんだなっていうのは分かりますね。はい、こちらに世界遺産書いてありますね。世界遺産原爆ドーム。まあその戦後の時から、戦争の時からこうやって形が残ってるっていうのも本当に珍しいですね。なかなかこれを目の当たりにすると、なんかその時はどんな感じだったのかなとちょっと老けてしまいますね。今は原爆ドームの隣には、ね、紅葉もしているのでとても綺麗には見えますが、壁の下ら辺にはまだ瓦礫とかが落ちてるままなので、本当に当時のままなのかなっていうのは目で感じられます。一生に、ね、一度は、原爆ドームを見てみたかったので、まあ一つね、まあ夢じゃないですけど、まあ叶ってよかったかなと思います。日本がね、日本の戦争が終わるきっかけになった場所なんで、しっかり、僕もですねこれからまた行く場所でしっかりここで亡くなった方々に、祈っていきたいなと思います。じゃあ、ここからまた多分、徒歩5分10分ぐらいのところに、まあ、慰霊碑があるのでそちらに向かいたいと思います。そちらの場所は、オバマさんとか、安倍総理とかもね来た場所なので、まあ、僕もねテレビでは何回か見たことがある場所です。じゃあそこに向かっていきます。到着しました。こちらが、原爆死没者慰霊碑でございます。ここはねオバマさんとか安倍さんが、来たところでございます。この、中央の石室には、30万人の、方が、眠ってくるそうです。はい、これからですねあちらのボートに行って宮島に行きたいと思います。隣には綺麗なカフェがあります。
はい。